はいどうもということでね、今回は、下打ちについて語っていきたいと思います。そうですね、少し前に、下打ちでね、トレンド入りしちゃうんですよ。下打ちがこれ珍しくて下打ちでトレンド入りって、ね、なぜトレンド入りしたのかちょっとわかんないんだけど、なんか Apex の話題だったようでね、まあ、仕様以外今さらトレンド入りなんてすることはねないんですけども、はい。でね、まあ下打ちが賛否両論みたいな、やっていいのか悪いのかっていう感じだったんだけど、パート見た感じね、僕からすれば本当にくだらない話です。はい、まあね、まず俺がね、下打ちについて COD10 年、いや FPS 歴10年の私が、死体を撃っていい相手とかいるんですよ。まあ誰にでもね撃っていいわけじゃないから、下打ちって、無差別にやったらそれはダメだから、まあまず前提として、そのムカつくっていう感情だけで打ってるやつは、なんだろう、まあ二流とかそんなね、まあ、うまくなりたてのちょっと生きってる坊やかなって感じですね。はい、まずまあ下打っていいやつ、まあね、下打ちはまずパフォーマンスだから、もう海外のプレイヤーとかもやってるじゃん、下打ちって。まあそしたらもう海外、それは海外だからだろうみたいな、日本に合わせろみたいな感じになると思うんだけど、まあ俺はねたまに下打つけど、それはムカついて打ってるからとかではなくて、このパフォーマンスです。この見てくれてるからみんなが、これがパフォーマンス、盛り上がるじゃん下打ったらね。まあとりあえずムカつくだけで死体を打つやつは、まあ、二流とか、まあそんな感じということですね。でまずね、まあ、死体を打っていいやつ、まずスナイパーを使って持ってるやつ、まあね、これはムカつくとかじゃなくて、敵の味方がかわいそうだからっていう理由。あのね、敵の、まあ、味方にさ、イモス投げたら嫌じゃん。試合にも勝てないし。でも、そいつって味方にいたら暴言吐くしかできないじゃん。下打ちとかできないから、味方は殺さないからね。だから代わりに、敵の、かわいそうな敵に、頑張ってるね、敵に、対して、の代わりに、撃つというね。まあ、これは全然ムカつくとかじゃなくて、そういうこと。はい。で、あとは、あともう、残り人数が少ないのに、いつまで経っても抜けないやつ。もうこれはなぜか、何かっていうと、まあ、敵がたまに1人とか2人になったりするときあるじゃん。ね。なのに、敵がもう抜けないと。ぶっちゃけ全員抜けてくれた方が、もう試合が終わって楽なのに、抜けてくれない。ね。まあ、これはね、下打っていいんだけど、なぜかって言ったら、まあ、ムカつくとかではなくて、その、なんだろうな、これは、早く抜けていいんだよっていう、敵さんもね、これもう抜けちゃダメかなって思ってる人もいるかと思う。でもいいんだよ、別にそんなの抜けていいんだよっていう意味の下打ち、優しい下打ちですこれは。だって敵もさ、1人とかの状態で6人相手にしたらつまんないわけでしょ。こっちもね、1人しか敵がいないっていう状況は非常につまらないので、まあね、ウィンウィンの関係で打つということですね。はい、まあまあそんな感じです。はい、で次、俺のことを連続でキルするやつ、まあ1回殺されてもう1回ね、俺のことを連続で殺してくるやつは下打っていい。そのね、まあ、これはなんだろう、まあ、ムカつくとかじゃなくて、よく頑張ったなみたいな、頑張ったなお前、俺のことをね2回も殺してね、もう頑張ったじゃん、すごいじゃんっていう意味の下打ちですね。はい、でまあこれもね、特にムカついてはいないんだけど、そういう意味の下打ちもあるよっていうことですね。下打ちの全部がただムカつくだけっていうことは違います。はい、次、焼夷弾投げてくるやつ、まあ、焼夷弾投げてくるやつはね、焼夷弾まあこれはムカつくからかな、これはムカつくから撃つよね、そりゃ、だって試合にならないんだもん、試合壊すやつは撃つでしょ、キモいし。はい、次、俺のことをキルスと手前でキルしてくるやつ、俺があと犬とかで1キルで犬だよって時にキルしてくるやつ、これはムカつくからだな、これはムカつく、純粋にムカつく、なんでお前ごときが俺の犬止めてんだよみたいな気持ちになるから撃つ。はい、次、あとショットガンでキルされる、これはムカつく、打ち合いにならないから、打ち合いにならないしムカつくし、なんか、弱いくせに、ね、打ち合いとかしないで一撃で殺そうとしてくる、そのなんか根性、もう本当に腐った根性がムカつくから撃つ。はい、次、あとマグレヘッショしてくるやつ、
あのこのゲームって跳ね上がりあるじゃんね、撃たれた時の武器が上に上がるでしょ。それでたまにヘッシュ当たるんだよね。うん、ムカつくよね。そんなよザコがなんかそのたまたままぐれでヘッシュして殺してくるときはムカつくから撃つ。はい、次、投げナイフ使ってくるやつ、うん、これも撃つ。だこれも一撃だし、あのなんか俺は人とは違いますよみたいな感じがして気持ち悪い。なんか俺は武器使わなくても投げナイフでキルできますよみたいな意識高い感が出てて気持ち悪い。なんかアサシンごっこでもしてんのかなみたいな、うん、そんな気持ち悪さがある。はい、次、盾使ってくるやつ、まあねこれはめめしい。単純にだって後ろから撃たれたくないわけでしょ。うん、後ろから撃たれたら振り向いて殺せばいいし、なんならね後ろ取られない立ち回りすればいいから、あこういう腐った根性だよね。これも本当にめめしくて嫌いです。はい、だから撃つしたい。で次、あのカウンター UAV 使ってくるやつ、うん、カウンター UAV 使うやつはしたい撃つ。まあただ使うだけなら別にいいんだけど、そのね位置情報探知とかね核とか出せないからこっちは、それさえやられたら、うん、たかが4キルしたごときの分際で、あの25キルとか12キルのキルストリークをね、たかが4キルね、お前4キルの分際で防ごうとしてくるその根性のなさが本当に気持ち悪いから撃ちます。はい、次、あの犬1匹だけ出すやつ、うん、他はさあのみんな軍用犬とかいてさ大勢引き連れて、やってんのに、なんか1匹だけ出して、うん、ちょっとその1匹でちょっとどうにかキル稼ごうかなみたいな、本当にこの考えがめめしいから撃つ。どうせやったらあの大勢出せばいいのに、戦うが1匹でね、うん、本当にちょっと気持ち悪いですね、うん、なんか貧乏人臭がするそういうやつは。はい、次、名前キモいやつ、うん、名前キモいやつはムカつくっていうか、名前キモい、なんか下ネタの名前とかいるじゃんね、うん、そやつはあのそやつ大体ね外役プレイしてくるんで、そやつはね、もうこっちから早めに下打っといた方がいいです。はい、次、VC 垂れ流しのやつ、うん、うるせえから打つ。はい、次、あとぶつかってくる味方な、うん、これもあの打つね。あのまあ、あの棒と突っ立ってるやついいんじゃん、こういう狭い通路とかでさ何も考えてない頭なんかもう空っぽのようなやつ、そいつも撃ちます。まあ撃つって言ってもね、そいつが敵に殺されたらあの撃つっていうね、敵と一緒に撃つ。はい、次、レベル高いやつ、まあ、あのこのゲームこんなクソゲーをレベルなんか赤タグになるまで、あ300レベルとか400レベルぐらいの時点かな、うん、やキモいんでそんなあのこのクソゲーをやってる時点でなんか本当に気色悪いんで撃つわそれは。はい、次、PC のやつ、うん、PC のやつ、あの俺今 PS4 だから PC 使ってやつなんか鼻につくから撃つ。はい、次、外人、うん、外人は撃つ。なぜかっていうとなんかスレハンの社員かもしれないから、うん、マイケルとかかもしれないからスレハンの撃つでしょ。だって、ま、スレハン嫌いだし、うん、とりあえず外人全員撃っとけばいずれねスレハンのやつも撃てる。いやスレハン、そっか、テストプレイしてねえからやってねえのか、これはちょっと撤回で。はい、次、あのこのバリケードとかをあの全部壊さないで、あの自分の銃口だけ出せるような、とこだけね、ちょっとだけね、自分の目線のとこだけちょっと殴ってそこから覗いてるやつ、うん、気持ち悪い、単純に気持ち悪い、それは、うん、そいつはもう全部俺がねバリケードをねスライディングで全部ぶっ壊したから下やつ。はい、次、おさむの紅白戦場歌合戦に出てるやつ、うん、これはキモい、こちらは気持ち悪い。あの COD モバイルとかであの適当に女でも囲ってればいいと思う。あのこっちのね、うん、こっちの家庭用ゲーム機の COD の方には気持ち悪いからできれば来ないでほしい。はい、次、あのエイペックスでマンブーしてる発明、うん、これ気持ち悪いこいつ、うん、大してディズルコーナー X になんか、囲われた男で、利用してなんかねプレーター行ってるからこいつは気持ち悪い、うん、あとメンヘラだし。はい、次、あとこれこれに情報すぐ売る女、うん、気持ち悪いこいつらも、うん、気持ち悪い。はい、次、VTuber に投げ銭してねコメント読んでもらってるクソオタク、うん、こいつらも気持ち悪い、うん、バチャブタは全員気持ち悪いです。はい、
ちょっと話ちょっとだけ話ずれたけど、まあこんな感じかな。まあ結論ね、あのムカついたらね打っていいんじゃないですかね。うん、あの綺麗事抜かしないで、あのムカついたら打っていいと思う。あのまあ指定打ちがね時間の無駄だとか、うん、あのまあ戦略として打つっていうのはまああると思う。うん、なんかね言ってたし、ライリーとかぶくんくんがその指定打ちして敵がその下で打ったら切るかもいいんじゃん。そしたらリサーメしやすくなるみたいなのはあると思う。まあでも他にね、なんかしてうちは敵が嫌な思いする方とかじゃなくて、あのムカついたら打ってばいい。うん、あるがままでいろ。うん、なんかこんなね、動物園じゃんこのゲームって。この試合見ればわかるでしょ。もくもくなんも見ないし、動物園並みの別に頭悪いやつでもできるゲームだから、そんな奴らが集ってるゲームで、そんなね、なんか理性的になって、いや、敵がね、かわいそうだからとかじゃなくて、もう感情のままに打てばいいと思う。バカになれ。はい。そうですね。はい。まあ、こんなもんです。まあ、なんか、下打ちがトレンドに上がってたから、今回動画化したけど、下打ちじゃダメとか言ってる、偽善者気取りのバカ。そういう奴らはね、なんか、まあ、YouTube でも撮影しながらさ、あれあるじゃん。なんか、喫煙所じゃないところでタバコ吸ってるやつを、なんかね、カメラで撮って、ここ、喫煙所じゃないんですけど、みたいな動画撮ってね、気持ち悪い偽善者活動でもしてればって思います。はい。まあ、ちょっと話ずれたけど、まあ、こんな感じですね。はい、皆さんも下打ちましょう。終わりです。